はい、こんにちは。心理学をもっと身近に、学術系コンサルティングのセカンダリー、おさないでございます。この動画は、弊社の心理学概論勉強会という講座の内容を毎回5分程度で少しずつお話しするものです。心理学の各種試験の対策や教養のためにお役立てください。よろしくお願いいたします。えー、今回はですね、えーまあ、前回から引き続いて、前々回から引き続いていて、 運動ののお話の続きです。で運動詞の中でも実際に視対象見ている対象が実際に動いている実際運動ではなくて客観的には静止している視対象物理的には止まっている視対象について生じる運動詞のお話の2回目という形になっています。